久保さん、なんかすごいもう髪の毛がねえな <laughs> スズメみたいになってますね <laughs> いやーちょっとこれはやべえな本当に、はい、まあ髪の毛は諦めてない <laughs> まあ,あのね薬飲みますんでまた何か生える薬、はい、頑張ります、まあ、今回どうしようかなあそう不幸,不幸自慢にしましょうか 今ね、あのクリスマス終わりまして、クリスマス期間中ですね、不幸自慢コンテストみたいな感じで、お客さんの不幸をね、こう抽出してたんですけど、結構ね、20名以上来て、すごいですね、これからちょっと収録していかないといけないですけど、<laughs> 結構来たな。去年11名ぐらいのエントリーだったんですけど、2倍ぐらいになりましたね。なんかね、あのメルマガのリストどんどん減ってんですけど、なんかどんどん濃くなってるみたいな感じですね。<laughs> まああのまあプレゼントしますっていうのもあったあっつっうのはあったんですけどね、うん、まあでもまああのね参加全然いないと盛り上がらないんで、まあ、ありがたいですけどねまああと裏であの商品も売りますんでキャンペーンね最後年末年末キャンペーンですか、うん、これも同時並行でやっていきますしそう、うん、なんでまああれですね でもね、まあ、全部まだ読んでないんですけども、やっぱね、明暗分かれますよね。やっぱやってる人とやってない人の明暗がすげえ分かれます、本当に。僕、やっとってや、やっとって本当に良かったなと思いますし、やらんとあかんなと思うし、うーん、そう、やる側、福岡自慢コンテストをやる側で良かったなっていう、参加する側じゃなくて。う 生きてるとねいろんなことありますけども結局そのやってるかやってないかっていうのがうーん迷惑ですね、うん、だ結局その1年、うん、今年年末こう無事に過ごせるのって無事に過ごせるようなことをやってきたかやってこなかったかっていうもしくはその 2, 2年前3年前はどうだったのかって話ですよね もちろん1年で実らないこともあるでしょうけれども、じゃあ2年、3年前はどうだったのっていう、結局その積み重ねが年末こう来るんで、だ僕もね、この福島コンテストみたいなのやって、まあ、結構その、去年のね、2倍ぐらい参加者いただいたんで、まあ、やってきた分がこう来たなっていう。で、僕のことを興味なかったらね、そ,その減ってたらね、まあ、参加なんかない,ないわけじゃないですか。 別に再生数もね、増えてるわけじゃないんですよ。再生数、増えてないですね。いつも通り100ぐらいですし。だけど、その、あのファンドですよね、濃さっていうのは変わってきたんじゃないかなっていう。でも、感じますね最近は本当なんかずっと続けてるんで、なんかその、再生数はあんま変動してないんですけど、濃さっていうのはだいぶ変わってきてますね。やっぱずっとやってるんで。 まあ言葉とか何でも言えるじゃないですか、ね。画像も加工できるし、言葉も加工できるんですよ。でも行動、行動を続ける行動っていうのは加工できないと思うんですよね。僕があの唯一無,無二の,あの証拠、なんか証拠出せよと本当に稼いでるのかみたいな、よくネットビジネスやってて、お金儲けの話をするとね、よくそういう話が出るわけですよ、お客さんからね。本当に儲けてるんですかみたいな。証拠はみたいなね。そういうお客さんいるんですよ。 でもその証拠って別にい,あのいくらででででもも偽造できるんですよね。うん、でもその僕は、まあ、いろいろこう経験してきて絶対にその隠蔽ができない証拠って僕は行動やってきたっていうここに尽きるかなっていうあ証拠行動ですと僕がやってる行動を見てくださいと、うん、こ,この行動を見て信じれないんだったらいいんじゃないですかと、うん、あのすいません画像いくらでも加工できますし 口だと何ぼでも言えるし <laughs> みたいなねいってらっしゃい。